チキンと、あー、オッケー。感動するっすね。はい、こんにちは、松川です。早川です。シンデレラは努力するオンラインでございます。この企画は前回好評だったシンデレラは努力するという企画のオンラインバージョンです。ボディメイクを3ヶ月間ヘアメイクをさせていただいて、全く新しいご自身に変わっていただくという企画でございます。今回もトレーナーの横川さんに手伝っていただいております。そして今回のモデルさんが谷さん、27歳。お子さんがいらっしゃって、テーマパークに遊びに行った時に並んでる列の後ろの方にちょっと傷つく一言を言われてしまったっていうのがあったみたいなので、ご連絡いただきました。ということで、いろいろお話を伺いながら企画を進めていこうと思います。チャンネル登録もぜひお願いします。それでは動画の続きをご覧ください。今回もカメラ翔太郎にお願いしています。よろしくお願いします。もしかしてあの方かな。こんにちは。谷です。27歳です。今は主婦です。埼玉県です。結婚と産後とでだんだん太っていって、極めつけは並んでる間に後ろからひどい言葉を言われて、それが容姿に関することだったので、あ、痩せなきゃと思いました。サイズ間違えちゃったのかな、ちょっとピチってないっていう、そんなピチピチ着てるつもりはなかったんですけど言われちゃいました。おやつはいっぱいは食べないんですけど、ご飯を多分人の倍ぐらい食べてしまっています。全くないです。弓道部、大学のサークルで遊ぶ程度に、弓道の時でいうともう25キロ以上とか変わってます。期間で落とせるだけ落としたいです。絶対痩せて結婚指輪はめます。じゃあまずカメラ目線お願いします。右側見てください。逆にちょっと手上げてください。で、親指を黄色の向きです。ありがとうございます。もうスタンド作ってる。体重がこちらで、体脂肪率がこちら、お腹周りもいきましょう。今が 93.5。頑張りますよ。マイナス20キロ。家だと落としすぎなんで、死ぬ気でやればいけるんですけど、さすがにそれは体の負担も大きいんで、ちょっと目標を高めに54か55ぐらい目標っす。なのでそれに行くためには、例えば2週間後にマイナス2キロとか、マインドも大事です、行くっていう。いつぶりですか、筋トレ。遠い昔で、中学生の部活でぐらい。体の中で特に変えたい部位とかあったりします？腕、お、じゃあ全部っす。まずは最初言ってた足を鍛えて、最後に二の腕もちょっとやって、消費カロリーが多いブルガリアンスクワットと右足の甲をつま先もます。これ結構オンライントレーニングでもやるので、コツをつかんでみましょう。お尻とかかとで突き上げる。あー、バッチリ。余裕じゃないですか。余裕。どれくらいできるかによってダンベルを送る重量を設定するので、ちょっと多めで。え、全然できちゃう。皆さん、いいよ。すっごい。しかもまだいきます。きついですか。お疲れ様でした。すっごいきついです。家ではダンベル持って、これもちょっとずつ深くして。ありがとうございました。じゃあねー。ありがとうございまーす。アニさんなんですけど、送っていただく方は何キロくらいの？ダンベルは二の腕用に2、3キロと、足の力が強かったので、7キロから8キロを一つ送ろうかなと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは、谷です。今日の夕飯はサラダチキン、ほうれん草のひたし、プロテインです。今日も朝早く起きたんですか？7時半ぐらいです。何か食べました？朝ごはん食べました。バッチリですね。じゃあ重量持っていきますか。はい、はい、いいですね。9、もうちょいいきます。さあ、胸張ったまま真下に。へー、あー、よかったです。何か基本的に何でもうまいですからね。使したいところに効いてるから、このままで大丈夫ですよ。はい、前よりちょっと楽そうにできてます。そんな筋トレを絶対1年目が一番筋肉量ってやつ、ここを結構自己流でやったり適当にやったりするとすごいもったいない。逆に2年目3年目4年目になると筋肉量が増えちゃって、だから今ボーナスタイムスッてなってきました。気のせいでも嬉しいです。
頑張って。汗びしゃびしゃでさ、せっかちなんです。体勢がいいこと。じゃあ今日は終わりにしましょう。ありがとうございます。次頑張っていきましょう。はい、お願いします。開始してから12日目のルで、枝豆 40g、 ほうれん草 70g、 サラダチキン、プロテイン 200ml です。うん、うまいです。自宅で8kg。 やばー、大会に出させようよし、じゃあ1セット目よし。最初4キロで辛かったのにもう8ですから、ね、まだ序盤なんで頑張ります。ちょっと仕事で酒に入れさせるので忘れました。すいません、玉です。ありがとうございます。おろし始めで抜かない。お疲れ様でした。ありがとうございました。暑いです。オンライン結構変化は、少しの量でお腹いっぱいになったりとか。へえ、すごいですね。それすごい変化です。あとはだんだん筋トレがきつくなくなってきてる感じが。そうですよ。ではなくもないなみたいな。もっとできるようになりたいなと。33日目の夜です。ブロッコリー 116g、 味噌汁とサラダチキンです。顔がちっちゃくなってますよ。うん、お疲れ様でした。ナニさん、バッチリ上手。今日は以上にしましょう。ありがとうございました。失礼します。体の中の炭水化物、グリコーゲンをゼロにして、例えばスポンジあるじゃないですか。あれをまずカラカラな状態にするので、大会の最後、まあ、2日ぐらいで水を含んであげるんですよ。そうするとパンパンに張るじゃない。この状態で大会に出ます。綺麗に見せるためですか？もう聞くだけできついです。3時間トレーニングして、ウォーキングマシンで1時間ウォーキングしてるんです。え、楽しいんですか？谷さんとか YouTube 企画もすごい頑張ってて、自分も頑張んねえな。やっぱ一緒に頑張る人がいるといいですよね。谷さんも一人で頑張ってるわけじゃないですか。じゃあ今日は以上にしましょう。はい、ありがとうございました。撮影日でお会いしましょう。お願いします。顔が変わった。顔が右向いてください。じゃあ背中お願いします。壁側で。顔がめっちゃくちゃすごいことになってる。いや、めちゃくちゃすごいですよ。めちゃすごい。1ヶ月半ですよ。お尻抜かないように。最後よし。さあ、ラストスパート5回行こう。前にお会いした頃よりもだいぶこうショットされてて、トレーニングも本当にすごいなと思いました。オンラインっていうのを、まあ、初めて動画撮らさせてもらっていて、ちょっとリアルな意見伺ってもいいですか？オンラインのメリットは準備しなくていいと。子供がいるのですごく楽で、子供と出かけるのがすごく大変なので、そこが一番助かってます。デメリットとしては、言葉でしかフォームの形が伝えられないので、うまいことできなかったりしてっていうのは苦労はあります。1ヶ月ぐらい経つと徐々に覚えてはきます。ここが綺麗だってお母さんおっしゃってたんで。お子さんいて、ご飯とかもグループラインで拝見してるんですけど、きっちりされていて大変ですよね。お子さん残したやつとかちょっと食べたりとか。そうですね、食べるものも変わってきたので、バナナとかポイッと口に入れちゃうものをバッてやったりしてます。1ヶ月前で大変だなって感じたと思います。好き嫌いが多くて、鶏肉が苦手っていうのと、夜子供が騒いでる時とか、食事抜かしたいなっていう日も、食べないとダメだろうなっていうので、あ、めんどくさいっていうのもちょっとダメだったり。筋トレ自体は楽しいです。きついですけど頑張りたいです。大変なことになると思うんですけど、ぜひ頑張ってください。開始48日目です。味噌汁とブロッコリー 60g、 マグロの刺身 120g、
プロテイン200ミリ、アサリの味噌汁、オクラ50グラム。サラダチキン。ナイス。今日は9月の27かな。7ですね。今日はですね、オンラインの2人目谷さんが最終日ということで、どのような感じになっているんでしょうか。我々はね、数字は見てるけど実物雰囲気はわからないので、あの楽しみですね。いつも激変されるんで、皆さんそうだよね。これからジムの方に伺いたいと思います。はい、はい、では行きましょうか。はい、はい、今の気持ちはドキドキです。ドキドキですよね。昨日もですね、深夜にかけてお店作りをしております。 あの次の方から新しく作る、まあ、ちっちゃい美容室なんですけど、そこでイメチェンさせてもらいますので、次回からちょっと場所変わります。サロンの名前ってあるんですか？サロンはですね、カットラインっていう、ポーリキーあやめさんが株式会社ショートカットっていうのを作られててかわいいなと思って、はいはい、ちょっとパクったという形ですねパンのやつねランチパック。あ、そうですね。販売してるんですか？はい、ランチパック販売します何言ってんだよよし、じゃあもう着いたんで。黄金の武器だね。はい、どれどれ、どうでしょう下からだと見えずあー、おきれいおきれいな方が大事だ。すごいですよ。ちょっと、じゃあ入りましょうか。行きましょう。はい、見たいです、私も。はい、お願いします。おはようございます。おお、すごい変わりましたね。すごい、すごい端っこにいらっしゃる。すごいですね。すごいすごいすごい、主役なんてちょっと前に、はい、すごい変わってますよ。やっちゃいましたね、お母さん。やっちゃいましたね。計測の方をさせていただきたいと思いますので、はい、体重が最初が 66.8、 66.8、はい、で、今日が 55.3、 11.5kg。 オンラインですよね。実際家だと54が一番低かったんです。10変わるって相当ですよね。お子さんって体重何キロぐらいですか？9キロぐらいです。お子さん1人以上分ってことですか？すごい。体脂肪が 45.1% だったのが 34.4%。 だいぶ変わりましたね。めっちゃ変わりました。すごい。あのお召し物のサイズ感とかもちょっと変わったりとかしたんですか？あれ、前着てたやつでしたっけ、うん、なんかだいぶ違って見えますね。はい、中華の時 61.7 だったんです。おー、追い込みましたね。やらせないですよ。やらせないです。いじったりとかしてないですか？してないです。あれ、水抜き最後に走れました？してないです、してないです。じゃあウエストもいきます。ウエスト最初が93.5。 73.5 かな。20cm っすよ。やっぱ変わりましたね。すごい。顔周りがマジで違います。目とかも違って。あ、確かに目めちゃくちゃ大きくなりました。さらにそうですね、磨かれましたね。すごい。何回ですか？回数は決めないです。苦しいこととかいろいろあったと思うんですけど、何が一番大変でしたか？出かけるときに持っていくご飯、コンビニ先で選ぶものだったりとかが大変でした。トレーニング指導で励みになった部分っていうのはありますか？全部ですね。
全部構成してくれて、途中で指示してくれてるのもきっと完璧にはできてないんですけど、自分なりには頑張って変えてるところをいいよって一つずつ言ってもらえるのが助かりました。何回くらいの重りを追加とかされました？タニーさんはしてないですね。ああ、わかりました。2キロ、5キロ、8キロ。トレーニング強度の違いとか体のそのポテンシャルの違いっていう感じなんですか？そうですね、例えば8キロで20回以上できるような方ですと負荷が足りないので10キロ送ったり。成功の要因っていうのは何日までに体重何キロいくっていう目標を設定して、それに向けて頑張って努力されてたので成功したんだと。ありがとうございます。かわいい、かわいい。3時半に、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。お願いします。ジョリジョリしないですか？ちょっとうなじみていいですか？はい。下向きだったら反らないんですけど、上向きだったら反らないと収まらないので大丈夫でした。マジで可愛いってみんな言ってくれると思いますので。お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。モールとかって多いなって感じます？あんまり感じないで、いつもビルスさんと感覚が違うのかな。言われるんですか？あ、これ重くないんだっていう感じです。行きますかね。はい、いや、もうこれはすごい、めちゃめちゃもういい感じですよ。いやー、横顔もバチバチに切る。いや、横顔はやっぱ唐辛子です。どういうふうに、どういうふうに行くんですか？尺だける極論もそうです。あえてはるか、ただただ美女です。すごい。この動画を見て、結婚式の後ヘアドネーションにしたかったんですけど、お父さんにそんな染めてる髪の毛なんていらねえっていう。お父さん昔からずっと太ってる太ってるって言われてて、ここでパカって割れちゃうのを隠したいがゆえにこっちで分けてました。割れちゃうのが嫌で。カラーしますね。はい。ちょっと色が変わったのが気になる。肌がなんか薄そう。白いですね。そうなんですか。透明感めちゃくちゃありますね。なんとなく可愛い、はい。しすぎないぐらいにしたいなって勝手に思ってます。可愛くしすぎると幼いになっちゃうかなと思うんで、ちょっと切れ目を残して、で元々の谷さんの可愛さが出てちょうどいいみたいな。みんなこれいい匂いって言ってくれます。何の香りなんですか？秘密です。ちょっと分かんないことをごまかそうと思ったんですけど。病院で働いてる時とかも。病院で働いてるんですけど。働いてた。働いてた。はい。あ、そうなんですか。ラロシポゼの下地です。どうですか、翔太郎さん、ここまで。あ、もうすぐ10分です。あ、9月終わったら今年終わりで、8月ぐらいからやってますよね。あ、そうですよね、もう終わりっすよね。終わりです。でも去年に比べて充実度は上がってるかも。おお。充実中何充実ですか？70実。おお、すごい、うん、あと3は何が足りないんでしょう？ドキドキとワクワクをもっと欲しい。悟空だな。悟空かもしれない。経験が大事なので、エコーとか特に。妊娠された方見るやつ。ああ、そうです、そうです。あれって誰がやっても同じ結果にはならない。そうなんですか。同じものを見てもその人の病室の仕方で違ったものに見えたりとか。160度です。はい、前髪からいきます。やらないでオイルつけてもいいんですけど、やると丸みが増えて可愛い感じになるんですよ。巻くところが前髪、顔周り、もみあげ、
表面で巻くときは髪の毛の束に対して真ん中くらいからプレート入れて半円を描くみたいなイメージ。モコってなるんですけど、オイルつけたときにだれるんで気にしなくて大丈夫です。右足からつけます。前髪の裏面つけます。斜めの上に持ち上げながらつけると暗いんですけど、顔まで気になったらこの部分前出せばいいんですか。アンメイクのクリームチーク19番星だけ。アンプリチュードのアイシャドウの1番のベージュです。今日はほぼヌーディーですね。ラブライナーの何番だろう。 OL1 なのかな。痛かったです。パウダーアイブロウの SE2 番。このサラダチキンはダメな。言ってた。このサラダチキン、そう、食べると分かります。横川さん OK。 これネクレスでつけてて母乳でできてるんです。え、すごい。アクセサリー作れるんですか。これでリップのじゃあ富士子の1番のサンゴピンク。サンゴ礁ですね。サンゴですね。ありがとうございます。新丸子から2人とも、渡辺さんもお母さんも。早速なんですけれども、こちらでお待ちいただいてるんで、はい、谷さんの元へ。ちょっと違う人かな。近づくか。すごい。あ、またやっぱ変わりますね。あ、めっちゃ変わりますね。さらに変わります。ありがとうございます。お疲れ様でした。似合う。本当ですか。ジェットの一番短い。いや、この努力を含めてだから、やっぱ感動するっすよ。よかった。ちょっと泣いてます。いや、泣いてないです。ちょっとうるっときてますね。ちょっとでも感動するっすね。毎回最後に感想一言あれば。美味しいものを食べたいです。いっぱい食べてください。うどん食べたいって言ってた。あ、顔が全然違う。